小牧基地小牧基地の一小牧基地小牧基地は愛知県小牧市かすが寺一の一に所在し第一輸送航空隊等が配置されている航空自衛隊の基地である隣接する名古屋飛行場の滑走路を使用している飛行場データは名古屋飛行場を参照基地指令は第一輸送航空隊指令が兼務 C-130HKC-767 愛知県防災航空隊ベル 412EP 空港ターミナル側に三菱重工業の工場が立地。2015年のオープンベースにて展示飛行を行ったブルーインパルス航空祭は例年10月頃に行われることが多かったがオープンベースとなってからは2月から3月に開催される。飛行展示は毎年主に U-125A と UH-60J による救難展示と C-130H による軌道飛行が行われる。ブルーインパルスの展示飛行について、小牧基地や航空祭来場者、小牧市民からも希望が出ているものの、平和団体、労働組合、日本共産党などで作る市民団体、小牧、カスガイ両地域の共産党系議員の反対があり、 ブルーインパルスの展示飛行は2014年まで実施されていなかったが2015年に44年ぶりとなる小牧基地での展示飛行が行われた2004年までは併設する名古屋空港に多くの旅客機が発着していたため飛行展示も定期便の合間を縫って飛行していた2005年の航空祭では完成塔の上にレプリカの金のシャチホコが乗せられた 2006年以降は土曜日に開催されたことがあった。秋に行われた頃は周辺基地の前日、前週に開催されることが多かった。2007年からは翌日航空祭が行われる基地から予備機が展示された。また基地50周年時にはブルーインパルスの展示飛行がほぼ決まっていたが、これも市民団体及び周辺地域の議員の反対がありキャンセルされた。 なおこの年の地上展示は7機すべてが展示されている。2008年には一種変態と称し、寄付基地より、リモートで C-1、T-4、T-7 が飛行展示を行った。2013年度は2014年2月22日23日にオープンベースとして開催された。2014年度は2015年3月15日にオープンベースとして開催された。 44年ぶりにブルーインパルスの展示飛行が行われたが水平飛行のみとなった。2019年度は2019年11月9日にオープンベースとして開催された。2012年以来の秋の開催。岩国航空基地の US-2 が地上展示された。広報資料館が設けられており、平日に限り事前に障害室広報班に電話で、 確認の上、申し込むことで見学が可能である。その他、愛知県が県営名古屋空港見学者受入れ拠点施設整備事業として、愛知航空ミュージアムを整備、地域の航空機産業、観光資源をフィールドミュージアムとして構築する計画を発表しており、訪問ツアーなども構想されている。ありがとうございます。